もうお前本当はやりたいゲームないやろ。お薬の時間が過ぎてるぞお前。お薬の時間が過ぎてるから飲めちゃんと。濃いわ。コーヒーが今日は。いつもなんかツイッチとかでさ、ウィースみたいな感じでやってたからさ、ここリハビリがてら。YouTuber の濃度の濃い、ネット病人たち相手してなかったからさ、こう一週間。濃い。コーヒーが。もうちょっと薄めて飲みたい。初日だから。おい、税金がマイクラで不正して炎上してるぞ。ちょっと待って。みんなもさ、最近これこれとか配信してないでしょ。多分あれなんじゃないか。ネットで大したよ。この一週間ネットで大して何も起きてねえだろう。一週間前に雑談してた時も、おい、税金がマイクラで不正して炎上してるぞって。この一週間平和だったんだね。誰も苦しんでる人はいなかったんだね。よかったわ。俺がいない一週間みんなが幸せに暮らしてて。よかった。平和で何よりだ。俺だけネットニュースになったらしい。ふざけんな。だからなんかみんな、なんか俺がコロナを、バーチャル YouTuber に移して1億円の負債を出したってやつでしょ。俺以外はみんな平和に暮らしてたらしい。意味わかんねえだろ。俺の周り誰もコロナになってないのに、俺がコロナを絵に移したみたいな、俺が諸悪の根源だと今言われてるらしい。まあ、神のみぞ知るけどね。こればっかりは俺もちょっと言えない、言いたくない。言わないんじゃなくて言えない。